官邸病は、官邸を祀る病。孔子を祀る孔子病に対比させて、武病とも呼ぶ場合もある。官邸病の本殿は中央に、官を祀り、右側に、小説、三国志演技で養子の官平、左側に、同じく、演技に登場する配下の武将周宗の日神をそれぞれ祀っている。官は、真偽や偽教心に厚い武将として名高くまた、 演技での不浄の逸話などから、民衆によって様々な伝承や信仰が生まれ、信仰を高め、また後の王朝によって神格化されていった。その関羽を祀った祠が、官定病の始まりである。また、関羽は、塩の密売に関わっていたという民間伝承があり、義に厚いとされることから商売の神として祀られた。このことに起因して、ソロ版の発明をしたという俗説まで生まれた。 そのため世界中に化疫が散らばっていった時に、商売が繁盛するようにと、その居住区に、官邸病を建てた。そのため世界中の中華街などで、官邸病を見ることができる。回収関邸病、関羽の出身地である、加藤海県にある、回収関邸病は、中国でも、規模の大きな官邸病として知られる。ベトナム、キエンザン・ショー・ラックザーの関定病をベトナム語では、クアン または、モークアンと呼ばれ、各地に存在する。韓国旅行情報、コネストから、東病。2015年9月9日閲覧。シティパスガイドギアアイ保育案ジ、2015年9月9日閲覧。JTB トラベルメンバー鑑定病。2015年9月9日閲覧。ありがとうございます。